ワ渡部さ,さんねアンジャッシュの渡部さんが最近、まあ、テレビ番組かなんかでねアンジャッシュとして正式に復活しましたでもこれ僕ツイッターに書いて、まあ、ニュースにもなったんですけどえ僕ね渡部さんのことはまあ応援してます前提として応援してるんですけど渡部さんが復活するにはそれこそ YouTube を立ち上げて例えば全国の何でしたか多目的トイレ多目的トイレに掃除に行ったりするような動画を 撮ったらした方が僕は本当いいと思うこれ別に冗談とか煽ってるわけじゃなくてリアルにいいと思ってて僕が渡部さんだったらですよ全国の多目的トイレに次回の念を込めて掃除する動画を撮りに行きますで掃除しながら自分のビジョンとか反省点とかを語って話をみんなに聞いてもらってイメージを上書きしないと僕はい、ずっと言われると思うんですよねずっとこの先テレビに出てもああの多目的トイレの人だって言われるんですよだから多目的トイレを掃除して歩いた人だってイメージを上書きしないととずっとな なんかつきまとっっててくるんですよそういういイメージってだから僕はマジでイメージを上書きした方がいいと思ってるしそれぐらい過去の失敗もなんかこう武器にしてネタにするぐらいじゃないと多分復活って本当にできないと思います、はい、なのでやっぱりギャグとかじゃなくてリアルに僕だったらそうしますね、はい、僕も一回ねいろいろあったけど、まあ、見事に、まあ、復活したのがよく分かんないですけど今こうやって元気にやってるのはいろ、まあ、んなことをやって僕の場合は本当にいろんな思いがありますけどああいうふうに落ち着いてしまった悪いイメージをま少しずつ変えていったっていうのはやっぱあると思うんで渡部さんもそういう うふうにした方がいいと思います。で、渡部さん自体はですね。僕実はですね。まあ、向こう覚えてるかわかんないですけど、4年前ぐらいかな？会ったことあるんですよ。まあ、某ねある音楽イベントでね。お互いプライベートで行ったと思うんですけど。まあ音楽フェイスの vip のところで会って。 僕 youtube とかやる前でテレビにちょろっと出てたぐらいなんで別にそんなに大したね。あの知名度もなかったしまあ、渡部さんって当時やっぱすごく売れてて勢いがある人だったんでイケイケだったじゃないですか？あだからあ渡部さんいるんだなと思って見てたらその後ね。渡部さんがねこっちに来てですね何を思ったのかわかんないんですけど、なんかすごい丁寧にね。あの挨拶してくれたんですよ。あの初めまして。渡部辺氏みたいなで、なんかいつも見てます。みたいなこと言ってくれてまあ、多分見てもらうほどそんな出てなかったんであれなんですけど、すごい丁寧に挨拶してくれたんで。まあ。 何か瀬っはないんですけどあ,まあ,ああいう事件があったからね世間ではどう思われてるか分かんないですけどめちゃくちゃなんかいい人なんだなっていう印象がありますこれはもう僕のな主観なんで分かんないですけど付き合いも長いわけじゃないですかその時だけしか会ったことないんで分かんないですけど。 いい人だったなななっっってててイメージなんで僕はリアルに復活してしほい,、はいまあ、いいいと思ます人だったから復活してほしいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、やっぱりそのテーマとして一回失敗した人でも日本って復活できるようになってほしいんですよみんななんか一回失敗したら叩かれて死んでいくじゃないですかそういう社会って俺本当に嫌だなと思っててだって明日は我が身ですよみんないつ失敗するか分かんないですよ何があるか分かんないんで僕はね渡、まあ、部さんやったことは悪いことかもしれないし、まあ、僕は評価する立場ゃないしまあいいんですけどネタに変えてね復活してほしいなってほんと心から 思ってます、はい、もしね僕の YouTube とかで良ければコラボの誘いとかってそういう意味では全くなくて何かできることがあったら僕が協力してもいいなと思ってるしそれは渡部さんだけじゃなくて1回失敗した人全員。 にリアルに思ってます心から思ってるんでもし失敗したけど、まあ、反省してやり直したいって人がいたらある程度ね実績のあるというか、まあ、それなりにみんな知ってる人だったら僕は全然手を差し伸べるんで言ってほしいなと思いますはいそういう気持ちでねそれこそヘイズマンをねやったらまあなったんですけどねはい、まあ、でも多目的トイレでねそういうことをするのはよくないって言うけどよ、まあ、くないんですよよくないし、まあ、僕は別にその多目的トイレでそんなことをしたいとは思うんですけどまあでもなんかみんなそういうのさあるじゃんないないっすか 例えばその高校生の時にさ、外でとかないっすかなんかそういうのあるっすよね。まあそんな言っても恥ずかしいし、もう何年も前なんですよね。僕はあったし、まあ別にそんな騒ぐほどのことでも、まああるね。うん。たまごトイレはちょっとよく、ちょっと行き過ぎてるけど、まあ、うん。まあまあまあ、まあ、まあ、眉、まあ、よしとしましょう。まあ、なんで、皆さん、一つ言いたいのは、水に流しましょう。はい。水に流そう。ということですね。はい。トイレと一緒です。はい。